これはラブラドライトという石で、これからフラーレンを作っていこうと思います。あ、先こっち、やっほー、しょ、どうもどうも。今フラーレンを作っていこうと思います。あ、ハートかわいいかわいい、ありがとうございます。あ、見てくれてる、3人も見てくれている、ありがとうございます。電車待ちだから音声なしだけど見てるよそうなんだ、ありがとうございます。今ね、フラーレンをね作っております。電車待ってるんだ、どっか行くのかな。そっかそっか、ありがとうございます。見てくださってる、あ、こんにちは、ありがとうございます。今ね、ラブラドライトでフラーレンを作っていこうとしています。今ね、これだけ作りました。見えるかな、これラブラドライトです。そう、フラーレンは新生幾何学っていう模様です。あ、こんにちは、ベニオさん、333ですね、エンジェルナンバーかな。こんにちは、ありがとうございます。実はこれは初配信になりますちょっと思い立ってできるかどうかをね、ちょっとやってみました。そう、今ねこれフラーレンを作ろうとしています。フラーレンはね、これです。これ見えるかな、これなんかお化粧品とかもねあるんですけれど、これは水晶でできています。ネックレスとかにもなるので、これ多分見てわかる方はねいらっしゃると思うんですけれど、あ、幸子さん、こんにちは。そう、これね、この形になると、なんかなんて言うんでしょう、もうエネルギーが全然変わるというか、そんな感じで、そうそうそう、これを作っている様子をちょっと配信してみようかなと思いました。はい、ありがとうございます。そうそうそう、なんか新生幾何学っていうのがなんかすごく体にもいいということを昨日かな、昨日そんな情報があって、でちょっと作りたいなと思ってまた今作ってるんですけれど、ラブラドライトで作るのは初めてで、そうそう、ちょっとなんて言うんでしょう、光によってね青くこうなんかオパールみたいな感じで光るのが可愛いし、なんか人気ですよね、ラブラドライトって。これ見えるかな、そうそうそう、もうゆるゆると作っております。これね、4ミリぐらいの玉なんですけど、そうそう、こんな感じで
作って楽しんでるんですが、なんかこれを作るとすごくなんて言うんでしょう、整う、すごく整います。整うっていうのはなんかこう精神的に安定するみたいな感じです。そうそう、不思議なんですよね。そう、これがそうそう、まあ、全部だとちょっと長くなっちゃうので、これね、サッカーボールの形なんですよね。そうそうそう、なのでそこまでライブ配信をしてみようと思います。あ、スノーマサエさん、こんにちは、ありがとうございます。今ですね、ラブラドライト、これラブラドライト見えるかな、ラブラドライトでフラーレンを作っています。フラーレンはね、これです、こんな感じ。これは水晶でできてるんですけれど、サッカーボールみたいな感じです。五角形と六角形が組み合わさってできている形です。これはね、 5A の透明度の高い水晶でできております。そう、この形がね、神聖幾何学っていう形なんですけど、すごくね、昨日なんですけど、体にいいという情報がありまして、あまり大きい声では言えないんですけど、ソマチットっていう、なんていうんだろう、微生物みたいなものがいて、でそれが気体の中から真空宇宙から体の中からお水の中から地球から全部の、動植物の中に存在するって言われてて、でそのソマチットっていう、かきくぜさん、こんにちは、どうもありがとうございます。今ね、フラーレンっていう、これを、ラブラドライトの石で作っているところです。どこまで話したか分かんなくなっちゃったそうそうそう、とにかくそのソマチットっていうものが、このまだね全然研究が進んでないんですけど、それが活性化するとステージ4のがんも治るっていう、なんかそういうね、微生物がいて、赤血球の80分の1とかって言ってたかな、なんかそのぐらいの微生物が活性化するんです。これを例えば体にこうやって近づけると、その体の中のソマチットがわーって活性化して、なんか免疫力すごい上がるっていう話を昨日聞いたところでした。あ、藤田屋さん、こんにちは。今ね、ちょっとハンドメイドをしているところです。この石はラブラドライトで、フラーレン、これを作っています。はい、ゆるゆると配信させていただいてます。そうそうそう、なんか神聖幾何学って近年すごくやっぱり身につけられたりとか、アクセサリーとかでする方とか、なんかシールとかもありますよね。何でしたっけ、フラワーオブライフとかご存知ですか。そうそう、なんかそれ
その形がすごいやっぱり万能らしくて、なんかよく何でしたっけ、波動水とかっていう、私はねやったことないんですけど、なんかこう瓶とかの底にそのシール、フラワーオブライフとか、要は新世紀科学のシールを貼って、例えば飲み物、お水とかを、何なんでしょうね、あれはこう活性化するというか、悪いものを良くする、変換するというか、なんかそんな感じみたいですね。そうで、実際にその新世紀科学のシールとかステッカーとか何でもいいみたいなんですけど、その上に何だろう、例えばあんまりこう、人からもらったんだけどなんかちょっと嫌な感じするなとか、なんかこう何て言うんでしょう、念が残ってるみたいなものはなんかその上に載せると取れるらしいです。なんでエネルギー的にもご自身のためにもすごくいいみたいですよ。そうそう、でなんかシールとかそういうのがなくっても、印刷したりとかするだけでもいいみたいです。すごいいいですよね、便利。そうそうそう、はい、これがよいしょ、これでですね、よいしょ、これ見えるかな、お花のような形になりました。かわいいかわいい、あれ、あってきた、うん、かわいい、ラブラドライトです。これが最終こうなってきます。かわいいですよね。そうそうそう、こんな感じでございます。はい、いいですよね。これね、チェーンを通したり紐を通すとネックレスになるので、そのねネックレスにして胸のあたりにこの部分が当たると体の中がね、のソマチットとか、あとは木とかね、結局お水流れてるじゃないですか、血流とかリンパ液とか、そういうのがすごい活性化するらしいですよ。すごい、なんて万能な。そう、結構皆さん新世紀科学好きな方とかいらっしゃいますけれど、なんか理由が分かりますよね。なんかこう、何でしたっけ、こう宇宙の共通言語とかっていう方もいたり、あとは何だっけかな、新世紀科学っていろんな模様がありますけど、味がその形で見えるっていう方がいるっていう話をね聞いたことがありました。そう、全然ねイメージができないんですけれど味を形で捉えるっていう、そのなんて言うんだろう、概念というか、今までその感覚がになったことがないので、そんなことってあるんだと思って。そう、なんかそういう方もいらっしゃるみたいです。そうそうそう、でこの、フラーレンは大きさがいろいろあって、もっとちっちゃいのがあったりとか、もっと大きいのがあったりとかします。でいろいろ作っていますので、気になる方がもしいらっしゃったら、フラーレンっていう感じで検索してみてください。結構ねご存知の方もね多いと思うんですよ。
そう。であとはなんかこう体感とか全然なくっても、これをまあ、身につけたりとか、ネックレスとして首にかけたり、あとはイヤリングとかピアスもね、あると思うんです。作ってる方ね結構いらっしゃると思うんですけど、やっぱりねなんかねそれをつけると、なんて言うんでしょう、守られてる感があるというか、なんかね不思議な感覚になるんですよね。そうで、これやっぱり天然石っていうのもねあると思うんです。そうなんかね、形自体にやっぱりこう神聖な幾何学なので、エネルギーがねあると思うんですけど、そうこれねやっぱり天然石っていうところがそうよくって、その天然石ごとのね効果とかもありますもんね。そうそうそう、今こんな感じでできました。はあ、このキラキラが、キラキラツヤツヤ、なんかこうかわいい自己満ですかわいい。これがこうなっていきます。ラブラドライトってかわいいですね。なんかこうちょっと青くね、あ、先こっち綺麗、ありがとう、見ててくれたのね、ありがとうございます。私とこちらのフェアリー咲子さんは名前が一文字違いということでそう、私は加藤咲江なんですけど、フェアリーさんは咲子、加藤咲子さんです。そう、面白いですよね、一文字違い。そうなんです。でひょんなことで咲子さんが、あ、やだイヤホンつけ直してきたの、ありがとう、嬉しいな。そう、ゆるゆるとおしゃべりしながらさせていただいておりますが、そう今ね神聖幾何学のね話をしてたの。そう、いや本当にこの形がねすごいエネルギーがあって、なおかつそれをやっぱりそのパワーストーンで作るというのが、うん、やっぱりいいんだなと思います。そうそう、でさっきの微生物の話はあんまり公にまだ言えないというかそうそう、それでね、なんて言うんだろう、そういうのが世に出ると困る人とかもねいると思うので、そうそうそう、でも不思議なことがいっぱいありますよね、本当に。不思議なこととか皆さん体験されたりとかしてるのかな。こっちはなんか不思議なこととかありました？なんかシンクロとか、なんか最近すごいシンクロが皆様もう加速してるような気がするんですけど、どうですか？なんかねあっちこっちでこうすごいミラクルなご縁がつながって、しかもなんかこうすごくなんて言うんでしょう、縁があるというか、そういう方々がつながられているみたいです。あ、ビズ、あ、読めない読め
めんない、ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。ひろみクリスタルさん、ありがとうございます。今ね、これを作りながらゆるゆるとおしゃべりをしながらやっております。あ、そうそう、さっきこっち斜め上から予想もしないルートから面白い出会いがあったりとかかな。そうです、そうです、それです。なんかすごくないですか、最近すごい、なんかご縁のつながり方がミラクルすぎて。そうそう、あ、一恵さんこんにちは、どうも。今ね、ラブラドライトでこれを、あ、見えない、これを作ってます。これフラーレンです。こっちは水晶で、今作ってるのはラブラドライトでこれを作ってます。綺麗。そうそう、なんかすごい、あの、いろんな方々がこう、なんて言うんでしょう、ミラクルつながりがあちこちで起きている気がしていて、すごい私は勝手にすごくワクワクしております。自分のことじゃないのに。そう、便乗してワクワクしています。いや、本当にすごいですよね。なんかクラブハウスとかもそうですけど、なんかこう思っても見ないところから、そうそう、予想もしないそのルートから面白い出会いがあったりとかって、すごいですよね。そうで、なんかお互いに初めて会った気がしないっておっしゃる方は結構いるみたいです。あ、さっきこっち、またそのワクワクがワクワクを引き寄せるね。確かにそうだね。なんかワクワクもいろんなね、ワクワクがあると思うんですけれど。あ、ミッキーさんこんにちは。そう、なんか、うん、すごい私はこう楽観的なので、わーと思って、それを人ごとながらちょっと、なんて言うんでしょう、ワクワクするという。あ、愛さんこんにちは。そう、今ねフラーレンをね作ってるんですよ。これはね、ラブラドライト、ラブラドライトはね初めてなんですけど、もう見てください、めっちゃ綺麗じゃないですか。自己満足。あ、かわいい、ハートの顔、これ何、ハートの目か、キャーって言ってくださってる、すごい、かわいい。愛さんはほんとかわいいですよね、本当に。なんだろう、 ありがとうございます、綺麗です。サルさん。かわいいな、かわいい。そう、本当ですか。そう、なんかね手がすごい荒れてるし、もうでもなんかもういいやと思ったんです。すごい動揺しちゃった。そう、もういいやと思ったの、もうそんなのいいやみたいな。そう、なんかね、このゆるゆるな感じがいいなと思って、個人的に。そうそう、皆さん、あの石を見ていく。
もう手はね入っちゃうんですけど、褒められてウホウホしてます。可愛いな。いや、アイさん本当可愛いんだよな。あ、キヨさん、スイスさん、こんにちは。すごい、後ろに映ってるのはスイスの山。すごい、登山家さんですか。すごい、登山って大変ですよね。私もなんか人生で初めて登山した時、ついこの間かな、したんですけど、ちょっとげっそりでした。そう、登山できる人って本当すごいなと思います。あ、本当にすごい。アイさん、一度フラーレン作るところ見てみたいと思ってたら速攻叶いました。わーい、すごい、引き寄せましたね。そっか、だから私がこれをしたのかしら。あ、ミッキーさん、器用でないと縫えないですね。本当ですか。これね、すごい簡単なんですよ。穴にね、通すだけ。そう、難しそうに見えて、実はめちゃくちゃ簡単なんですよ。そう、アイさん、げっそり。そう、そうなんです。もうちょっとね、あの抜け殻みたいになっちゃって、疲れちゃって。でもなんかそれでも初心者向けだったらしいんですけどね、その山は。そう、まさかのげっそりでした。無理は禁物です。アイさん、うれぴー。いや、本当ですよね。めっちゃ引き寄せてるし、すごいな。皆さん引き寄せ上手だからな。なんか引き寄せました、最近。私はあの、なんて言うでしょう、あのよく願望をね投げるとかって言うじゃないですか。あの、私が投げるのは宇宙に願望を、食べ物しかないんですよ。手が震える。そう、もうね、食いしん坊すぎて、あの、これが食べたい、あれが食べたいしか宇宙に投げません。でもなんか最近それがね加速してる感じがしてて、あの、食べ物の引き寄せですね。あ、けいこさん、こんにちは。あ、そうそう、アイさん、さすが、そうそう、素敵。引き寄せました。なんかそれが、あの、ライトワーカー講座をね、私あの今してるんですけれど、その受講生さんがね、私が毎回食べ物の引き寄せの話をずっとしてたんですよ、あの講座のたびに。で、そしたらそれが刷り込まれていったみたいで、あの、すごい引き寄せしまくり。しかも食べ物を。っていう。あ、キヨさん、綺麗な手と綺麗な手、あ、器用な手。噛んじゃった。そう、普段から噛みまくりなんですよ。そう、おしゃべりがね、あんまり得意じゃないんです。そうそう、ありがとうございます、褒められた、素直に受け取ろう。受け取るって大事ですよね。そう、皆さんを見習って受け取り上手にね、なろうと思って。そうそう、で、その食べ物をね、あの、引き寄せの話で、なんか生徒さんがマンゴーをね食べたいと思ったらしいんです。そしたら、あの、その日から3回連続で届いたらしくて、なんかしかもそれが、あの、ご自身のお家だけじゃなくって、なんかこうご近所さんとかね、周りの方にもやっぱり、
お裾分けしたんですって。そしたらさらに引き寄せたって聞いて、わあすごいと思って、あ、さきえさんの軽やかさがたまらないさ波動上昇しまくりっす、さすが。もう波動はね、愛さんの波動はすごい高いですから常に。あ、ゆきこさんこんにちは。そうそうそう、なんだっけそうそう、食べ物のね、今引き寄せの話をしてて、食いしん坊話ですけれど、そうで、それが始まると、その食べ物の引き寄せがすごい始まると、それが季節ごとにやってくるようなって話をしてたんですよ。あ、ゆきこさんこんにちは。そうそう、なんだっけそうそうそう、キャーテレー、食べ物引き寄せ私もチャレンジします。もう愛さんは引き寄せ上手ですからね、なんたって。あれ何でしたっけ、なんか言っていいのかな、すごいものを引き寄せられたって以前お話ししてくださって、度肝を抜かれたんですけど、私は。そうそう、すごいなと思いました。そうで、なんかその食べ物のね、引き寄せ食べ物話は続きますけれど食べ物をね、そう引き寄せて、ですごいなんかフルーツをとにかくその講座の生徒さんが引き寄せまくってたんですよ。なんだっけ、マンゴーからキウイからなんかいろいろ、そう食べたいなと思ったものがいただいたり届いたりしてたみたいで、でもう次はなんだっけ、ステーキにしますって言ったんですよ。そうで、あ、ステーキかーと思って、あんまりね、お肉って全然食べてなかったんですけど、もともとお肉が大好きで、こう一人で焼肉とか行っちゃう人だったので、あ、それもいいなーってぼやーと思ったらね、それが届きました、お家に。なんか宮崎牛の何か届きました。そう、あ、愛さんありがとうございます、どぎもづいちゃってすみませんいや本当にすごい。いやでもね、こう皆さん言わないだけでめちゃくちゃ引き寄せてると思うんですよね。なんかそういうこうお話とかもしてみたいですよね、こんなもの引き寄せましたみたいな。なんかそしたらそれがこう、私は食べ物の引き寄せ専門ですけどそう、度肝を抜いちゃうぐらいの引き寄せの愛さんとか、なんかそう、人脈をね引き寄せる方がいらっしゃったりとかね、人脈って言うとなんかやだな、そのご縁とかね引き寄せる人とか、なんかそれぞれのなんか分野ごとのとなんか得意分野かなとかね、あるような感じがしてるんですけどそうそうそう、愛さんは楽しそう、食べ物専門そうなんですよね。なんかね、別に他引き寄せたいっていう、何なんでしょうね、欲があんまりないのかブロックしてるのか、結構ね満たされちゃってる感はねあるかもしれません。そう、でもとにかく美味しいものを食べた時のね、幸福感がなんて言うんでしょう、やめられないっていうかそうだからね、いつも何かしら食べています、口に入れています。今はねそう入れてないですけど、という間に半分ぐらいできて、半分 ?3 分の2ぐらいできてきました。キラキラ自己満この青がいいな、この青、わー、そう
そうそう、あれ何でしたっけ、何喋ってたかまた忘れちゃった。忘却力がねすごい高いんですよ私。あ、アリさん、サキエさん、食いしん坊キャワイイです、本当ですか。そう、あ、お美しい、ありがとうございます、綺麗ですよね。そうそうそう、なんかそういうのも話したらなんかそれが共振しそうな気が今ねふとしました。なんかそれ楽しいかもな、もうそしたら波動も上がるしワクワクも止まらないし、なんかそれでさらにそれが加速しそうじゃないですか。あ、アイさん美人さんだ、一つ一つの輝きが素敵、本当ですよね、これ私たちみたいじゃないですかとか言っちゃって、一つ一つの輝きが素敵、いいですよね、みんな違ってみんないいっていうやつ、そうそう最高本当に。そう、なんかそういうのもいいかもしれないなと思いました。なんか石って本当いいなぁ、いいなぁとか言ってそう最高、すごいすごいいっぱい、このハートの色こんなにあるんだ、え、何色あるんだろう、10色すごいなぁ、こんなにハートの色があるんだ。スタンプが多分私はまず見つけられないな。ゆるさも最高です、ありがとうございます常にゆるいですよ、あれ穴がない、あった、そうそうそう、ゆるゆるでございます、いつもね。そう、でも前はね、そう、あ、なになに、ハート大好きで乱用多用です、いい、それなんか四文字熟語みたい乱用多用いいな、それそれちょっと使おう私も乱用多用です、いいですね。あ、そう、なんか、あ、全然話違うんですけど、あの、あさみさん髪切りましたよね。私気づくのが遅すぎて、なんか最初全然気づかなかったんですけど、あれなんか違うと思ったら、あれ、あさみさんめっちゃ髪切ってるしと思って、びっくりしました。やっぱいいですよね、髪切るって。いや、でもなんかすごい印象が変わって、なんかすごい軽くなられて、あ、すごい可愛いと思ってね。そう、私はね一人ニヤニヤしてたんですよ今日。え、そうそう、アイさん、そうなんです、最初自分で切って失敗しちゃったらしいです、マジで。本当ですか、自分で切ろうと思ったのがすごいですね。結構なんか長いからの奇跡の引き寄せで美容師さんに整えてもらったぞすごい引き寄せ上手、そうだった、あさみさんもそうだ、引き寄せ上手だ。そう、なんかやっぱり自分で髪切りたいっていうあの衝動ありますよね。そうそう、すごい可愛くなりましたよね。そうなんですよ、めっちゃいいと思って、なんか前のあさみさんもいいけど、なんかすごい新鮮でいい感じ、なんかめっちゃ軽やかだし可愛いみたいな。そう、うん、いいですよね、よかった。なんかなんだろう、やっぱりそういう時期ってあるんでしょうね、こう髪を思いっきり切りたくなるみたいな。そう、私もすごい長かったんですけど、
腰ぐらいまでね、ついこの間まであったのかな、ついこの間じゃないか、いつまでだろう。そう、結構ね、そうそう、働いてる時はねずっと長かったんですよ。あ、愛さんあります、私は前髪をよく破壊力抜群の短さにしてます。破壊力抜群の短さが似合う愛さんが可愛い。サラーさんこんにちは、今ねハンドメイド中です、ゆるゆるとやってます。そう、前髪ね、腰まで見てみたかったです。そう、もうねずっと長かったんですよ。あのね、仕事がね、あのホテルだったので、あの夜会巻きってあるじゃないですか、あれをねずっとしてたので、あれをするにはやっぱりある程度長くないといけなくて、そうそう、もうあの腰まであるから、あの何、椅子に腰掛けるとね背もたれと背中に髪の毛をね挟むんですよでね、毎回痛ってなるの。そうで、なんかそれがある時すごくなんかもういいかなって思っちゃって、そう、ぬほうセクシーセクシーダイナマイ、そう、そんな時もありました。あれはいつだったんだろう、うん、そうそう、でなんかそのあのそれを楽しんで散々で、髪が長いとね結局すごい大変なの、あの何、お手入れ、あ、そうそう、長髪の苦労ですね、そうですそうです、そう大変なの。なんかドライヤーとかねしてもね全然乾かないし、なんかいつ乾くんだろう、永遠になんかドライヤーをねしてた気がします。もうなんかめんどくさくって、もうそのままにしてたこともありました濡れたまま、そう、そうそう、それだとねやっぱりね、あんまり髪に良くないしね、そうそう、自分にも良くないしねとか思いながら、でなんか今はあの去年かな、去年もうあの何です、髪をね切ろうって思って、最初美容室に行ったんですけど、絶妙に何て言うんです、もうこの長さだったら明日また切りたいみたいな長さだったんですよそれでもうね我慢できなくて自分で切ったら、何でしょうね、あの爽快感、ある意味ちょっとブロック解除みたいな感じで、それがね楽しくなっちゃって、ね、自分でねあの頃、あ、去年かな、満月のね旅にね衝動的に切りたくなるっていう、そう、そんなこともありました。明日また切りたい、あ、本当ですか、あれ愛さんってどのぐらいなんだろう、髪結構長い、長いですよね、セミロング、ロングかな。あ、中さんこんにちは、愛さん、さきえさんも自分で切っちゃった、そうそう、もうね私今自分で切ってるんですよそう、あのね、なんて言うんでしょう、美容師さんにこの爽快感を明け渡すぐらいなら自分で切りたいと思ったんですよ。そうだし、切りたい時に切りたいみたいな、あの予約をねするして、でなんか行って切ってもらうみたいな、そう、あれがねなんかこう億劫に感じたのか、めんどくさくなったのか。あ、アイさんミドルぐらいで、あ、そうなんだ、ミドルっていいですよね、可愛いですよね、女子って感じ、かっこいい、さきえさんありがとうございます、受け取ります、言霊、違う、何この受け取りますというマントラかいや本当に
そう、でもなんか自分で切るこの面白さ、そしてなんか私の長年の夢だった、バリカンを手に入れて、バリカンでこう自分をジョリジョリするっていう夢が叶いまして、そう、マントラマントラですよ。そうそうそう、なんか結構ね、あの2ブロックにしてる人とか多いけど、もうね2ブロックすらできないぐらいね、自分でもう面白くて短く切っちゃってるから、あのバリカンで切るのはね、の襟足ぐらいで、そう、冷えばバリカン、そうなんですよ、私ねバリカンでね自分を坊主にするのがね夢だったのそうそう、でそれを手に入れたら、なんかねバリカンってよくわかんないですけど、なんか長さをね調整できるやつがついてるんですよ。長さを調整できる、あのなんかねそういうのがついてて、それをねつければいいものを私買って届いたら、もうなんかついてたのね、もうその本体に。でそれでこれでいいやと思ってね、もう何も見ずにそのままジョリジョリやったら、それが五輪だったんですよ、あの一番短いやつそうで、あの私中学生の時に野球部のねクラスメートがね何人かいて、みんなね五輪にしなきゃいけなかったんですよ、中学生時代、あの頃、今ではね考えられないけど、そうで、なんかその頭をねシャリ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 触らせてもらうのがすごい気持ちよくて、いつもねみんなに触らせてもらっててねそうそうそう、そうです、愛さん反省した印の時の長さ、そうそうなんです、昔の野球部の、もうしかも中学校の、そうそうそう、野球部のね長さなんですけど、そうそう、その時の長さで、もう私がこう毎日毎日触るもんだから、もうほんとやめろよとか言われて、もうそれでもしつこく触るみたいな、そんな中学生だったんですけどまさかの自分の襟足を五輪にしたら、それをねずっと触っていられるんですよそうなので、なんかそれがだんだんこうエスカレートしてくるというか、襟足の長さ幅かな、そう、幅をこうどん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 こうね、あの何でです、五輪でこうバリカンでビーってやっちゃって、しかも後ろは見えないから、もう勘なんですよ、勘でやってるの、髪切るのも全部勘ですそう、それがすごい面白くてまさかのずっと自分で触っている先です。そうなんですよ、これは何だろう、フェチか何でしょうね、そうそうそう、そうなんですよ。そうで、なんかまた最近もうねちょっと伸びてきてるんですよね、2センチぐらいになったのかな、あの髪伸びるのってめっちゃ早くて、もうねびっくりするぐらい、なんと器用ですね、本当ですか、器用かな、そう、ありがとうございます、受け取ります、マントラ、江戸黒さんこんにちは、そう、先江さんのボルテックスですね、そうですそうですそうかもしれない、そう、それでなんとあと少しで石が足りなくなるというハプニング、多分ねさっきね落ちたのだからねどっかに転がってるかな、袋に入ってるかな、あ、そうです、褒め言葉はマントラ、そうですそうです、うん、そう、まさかの足りなくなる事件、こっちだったらできたっぽいね、こっちでこうしよう、そうそう、
こんな感じでございます。愛さんはお仕事じゃないのかな、今日はお休み足りなくなっちゃった、転がってるんですね私さっき落としたのかもしれないと思って。そうほらこっちはできてるっぽいから、こっちでね、こんな感じ。あ、そうで、愛さんはねエネルギーを感じられるからこちらをお披露目。コロコロコロ、これなんかすごい存在感。いやーかわいい、お休みです。もうラブラドライトちゃんあっち寝ちゃって。そうこの人がですねちょっとエネルギー高い、うちのこれね私が作ったんですけど、マスターフラーレンというか親分みたいな感じなんですけど、これね淡路島の愛さん最高だな、ぬおーもんげー、わかる、伝わる伝わる、もんげーってすごいってことですよね きっとね。マスター貫禄、そうそう、これねあの淡路島のあのパワースポットってねよく言うじゃないですか、淡路がね。であそこからまたねフェリーでちょっと行ったところにある小島があるんですけど、そこにあのなんだもう地元の人とかもう知る人ぞ知るみたいなリップしたくなります。そうあのね淡路島からは見えない場所に、海のなんて言ったらいいんだろうところにあるね大きな岩があって、それが石神様って呼ばれてて、なんかそれにね会いに行かなきゃいけないと思って、いつだろう去年かな行った時に、今年かな、そうあのその石神様にエネルギーを入れてって言ってね入れてくれたんですよ。そしたらこの中に、そうそしたらなんかものすごいことになっちゃって、あとあの徳島のあの剣山というあの私の大好きなロマンあふれる、剣って剣に山って書くんですけどね、その何アークが眠っているとされる、そして空海が隠したかったとされる山にもこの子をね連れて行ってるんですよ。あ、そうそうそう、ご神体のようなエネルギーをそのためですか、そうですそうです、そうでそこにも持ってってるし、あとはなんかねあのなんだっけあのアマテラスとか、イザナミイザナえイザナギイザナミとか大国主とかなんだっけあの辺あの日本創生に関わったみたいな人たちの神社がね徳島にあって、あのこの間あの愛さん見てくださったなんだっけあの YouTube 上げたところ、あれはね滝の動画だけだったんですけど、あのその後にねいくつか行った場所があって、そこにもね連れてってるんですけど、もうやばいんですよ。やばいっていうのはあのエネルギーが高すぎて素晴らしいいや本当にそう、やっぱりその場所に行くとエネルギーがね入るじゃないですか。であとはやっぱり入れてくれる皆さん、やっぱお優しい宇宙はねやっぱり無限の愛じゃないですか。そう入れてって言ったら入れてくれるし、なんかまあそれを言わなくてもエネルギーをくださるっていうありがたい。マポーパパさんこんにちは。そうそうそう、そのうちのマスターフラーレン、これやばいですよねそうでこれがあるとねすごいんですよ。そう優しくて軽やかですね。いやほんとそうですそうです。そうね、やっぱりその神様とかなんかそういう目に見えない存在
マジやばいです。本当ですよね。これね、あの体がねビリビリビリってするぐらいの感じで、これあんまりね表に出したことないんですよ。そう、これはねすごい、なんて言うんだろう、いろんなエネルギー、いいエネルギーがね入ってるし、そうエネルギーはあします。そうそうそうですよね。そうエネルギーはほら距離とか時間とか関係ないから、もう受け取りまくっちゃってください。受け取り上手で引き寄せ上手な愛さん、なんかそういう話したいかもな。そうなんですね、拝めて幸せです。うん、よかったです。そう、あモンモさんこんにちは。私ラッキーすぎる。いや本当に、そうそう、そのね話もねしたことないっていうか人に。そうしたことなかったので、そのなんかね引き寄せとかほらシンクロとかなんかそのミラクルとかそういうのってね共振するから、スクショしまくり。ウケる。え、じゃあもっと綺麗に、なんかね、あれなんかもっと綺麗に、あ、これが限界かな、もっと綺麗になるかな、ならないか、まあいいか、まあいい、まあいいのね。うん、面白い。そう、これなかなかのエネルギーかと思います。そう、すごい、これ今どのぐらい喋ってるんだろう。そう、なんかそういうのやりたいですね。これって参加とかできるのかな、なんかそういうのもやりたいかも。やりましょう。そう、これで普通に喋るみたいな、面白いかもしれない。そうそうそう、もうみそぎと浄化が。ありがたすぎる。やっぱ浄化ねありますよね。なんかもう炙り出しどんだけっていう感じですよね。わーい、やりたいです。やりましょうやりましょう。なんかライブとかよくわかんないけど、きっと私もねこれ初めてやってみたんですよね、思いつきで。なんかできたから、あ、できるじゃんと思って、なんとなくやりましょうやりましょう。じゃあ愛さんに合わせます。私空いてる人、時間があったらまた教えてください。そう、もうなんか回すとこれすごいエネルギーがずっとこうぐるぐる、あ、酔っちゃうかな、やっぱゆっくりゆっくりですね。なんかこれ回したらすごいのかもしれないってふと思いました。さっきさんのゆるっとライブ配信楽しい、本当ですか。はい、ありがとうございます。本当ですか、よかった。そう、あ、もう押しのけられちゃって、あなたね。そう、これすごいかもしれない。そうで、なんかその聖なるミラーボール本当だ、本当ですね、面白いな。やっぱ愛さんが紡ぎ出す言葉っていうのはめっちゃ面白いですよね、本当に。小さなあなた本当に面白い。そうそうそう、なんかねいろいろ楽しんでいこうと思いますので、
ね、それができたら面白いな。ありがとうございます。うんうん、さすが受け取り上手。私はまだね、マントラを唱えないと恥ずかしくなっちゃうっていう、そうのがあります。はい、こんな感じでしょうか。なんか質問とか、あとこれだけはみたいなのあればおっしゃっていただけたら。特にね、質問というよりこのキラキラをめでる会みたいな。めでる会もいいな。ただただフラーレンをめでる会も面白いかも。全部思いつきね、え、ありかもしれない。みんなでフラーレンだけを映すとか。今日崎井さんほぼ独り占めできて幸せでした。本当ですか、ありがとうございます。そんな風に言っていただけるのは愛さんだけだぜ。めでる会最高ですね。なんかそれ面白いかもしれない。でフラーレン持ってる人は参加できるっていう、持ってなくても参加できるってみんなの自慢大会。うん、そうそうそう、フラーレンへの愛を語る会、愛さんが愛を語る会だぜ。うんうん、いいかもしんない。なんか思いつきでやりましょう。ゆるゆると、ゆるゆると。あ、あきこ、林さん、こんにちは。今フラーレンをめでているところです。これね、水晶です。こんな感じでしょうか。はい、ではじゃああれですね、愛さんまたあのご都合の良いお日にちとお時間を教えていただけたら喋りましょう。崎井さんの思いつき、神がかりな件ですね。本当ですか、神がかり的な思いつき、やった、ありがとう、受け取ります。マントラ、最後のマントラ出ました。はいです、ありがとうございました。はい、ではこのたっぷりのこのエネルギーを受け取られた皆様、この後も最高の今ここをね、味わって楽しんじゃいましょう。ありがとうございました。ではではです、バイバーイ。はーい、ありがとうございました。